皆さんこんにちは。今日は定期試験対策です。本日はこちら、伊勢物語より芥川とか白玉かと呼ばれているタイトルの作品解説していこうと思います。この作品私も大好きなんですよ。いやー、本当にいい歌が込められている伊勢物語の中でもまあベスト3に入るようなそんな作品だと思っているんですが、今回押さえておかなきゃいけない文学知識、こちらにまとめておきました。まず伊勢物語と言われればどんなジャンルの作品ですか、これよく聞かれるんですよ。その時にしっかりと歌物語答えられるようにしておきましょう。簡単に歌物語を説明しておくと、和歌が入ってます。恋愛の話です。以上、覚えやすいですね。あの、和歌混じりの恋愛物語というふうに定義付けしてあげれば、伊勢物語、そして大和物語、平中物語、この3作品を指します。これで間違いなく暗記できますので、しっかりと覚えておきましょう。続いて内容ですが、じゃあ誰が恋愛するのっていうと、まあ、一応男とされていて真偽のほどは定かではないんですが、在原成平、これね、しっかりと漢字で書けるように読めるようにしてください。在原行平と書いて在原成平です。六歌仙と呼ばれる平安時代にめちゃめちゃ有名だった和歌集、古今和歌集の中の達人の一人だと言われている、そんな在原成平、いいですね、在原成平、書かされると思いますよ。しっかりと覚えておいてください。そんな男の恋愛話だよ、これで大丈夫だ。最後にポイントですが、今回高校1年生が試験範囲になることが多いです。ってことは、用言、つまり動詞形容詞形容動詞の活用、ちゃんと言えますか、覚えてますか、これ聞かれるんじゃないかなと思います。もう1点、今回の前半の動画では出てきませんが、後半にいい和歌が一首読まれます。この和歌に関しては必ずや何らかの出題が考えられますので、用言と和歌、この2大巨頭で押さえてあげるのがいいのではないでしょうか。っていうことで、赤線が単語チェック、単語で聞かれそうだな、現代語訳されそうだな、そして青線が文法チェック、まさに用言を中心に線を引っ張ってみました。このあたりを意識しながらしっかりと暗記して理解して試験本番に臨んでくれるといいかなと思います。早速いきましょう。冒頭です。昔男ありきり、登場人物が出てきたら丸しておきましょうね。昔男がいましたよ、そしてこの男が誰とされていますか、在原の成平、しっかりと結びつけておいてくださいね。で、一発目の動詞から、ありけりのあり、これは変わった動詞ですよね。ありおりはべり今そかり、ありおりはべり今そかり、どんな暗記リストでしたっけ。これはらへん動詞で覚えておかなきゃいけないね。で、動詞とか形容詞を暗記するときには3セットで覚えておくことが重要です。どんな3セットかっていうと、まず動詞の種類、余談とからへん、左辺、こういう種類と終止形の形、まあ、つまり言い切りの形を鍵括弧で書けること、最後に今活用形、未然、連用、終止、連帯、以前、命令、何形なのかっていう、この3点セットで回答させる問題が多いですので、代表的に書いておくんだったら、らへんの終止形はそのままありですね。そして今回何形かっていうと、けりの上で覚えちゃってほしい。けりの上につく言葉は必ず連用形になりますよ。この3セットで暗記しておけば他はまあ聞かれないでしょうね。らへん動詞ありの連用形、らへん動詞ありの連用形、この3セットしっかりと頭の中に入れてください。さあ行きましょう。昔男はいましたよと、女のえ馬鹿かりけるを年を経て弱い渡りけると、まずそんな感じでいきましょうか。重要な表現から押さえておくと、えとこの馬鹿かりという言葉を結びつけておいてほしい。深くは知らなくて構いませんが、馬鹿かりというのはこれ打ち消し語なんです。で、えの下に
打ち消しを表すような言葉が来た時、この絵は何々できないという不可能で現代語訳しますよっていうルールがあります。まあ、なので訳から先に作ってしまうんだったら、女を得うまじかりける、うというのは手に入れる、得るという意味でも現代語でイメージつきますよね。だから女性のことが手に入れることができなかったっていう、この女の子とお付き合いすること、結婚することができなかった、そう書いてある訳出できれば OK です。で、う行きましょうか。これがね、出ますよ。非常に変わった動詞なんです。それはどういう点で変わってるかっていうと、この動詞は唯一のあ行動詞です。もう一回、唯一のあ行動詞です。あ行動詞って他に一個もないんですよ。ただこのうという動詞だけがあ行動詞になっているので、まあ狙われるでしょうね。あ行を下二段動詞です。そして今回マジカリという助動詞の上につく言葉は非常に変わってるんですね。こんなところなのに終止形です。あ行下二段動詞の終止形、なかなか書けないですよ。出そうじゃないですか。ちなみに読んでくださいって言われた時に、うって読めますか、これも大切ね。なんかえまじかりとか徳まじかりとか違う読み方しちゃいそうじゃないですか。しっかりとうまじかりける、読めるかな。ここは本当に狙われる可能性が高いので、しっかりと押さえておきましょう。っていうことで、男はこの女性のことを手に入れることはできなかったんだけれども、年を経て呼ばい渡ってたんだって。まずは意味から取っちゃいますね。年を経ては普通に何年もかけてっていう現代語のイメージそのままでいいです。大事なのはここかな。呼ばい渡る、まず呼ばうという動詞ですが、これは求婚するとか求愛するって訳します。まあ、今回求婚にしますが、どちらでもいいですよ。求婚求愛、細かい現代語訳は定期試験に関してはやっぱり学校の先生のノートが最強ですから、あの私が解説しているところとちょっとニュアンス違うんですけどっていうのは学校の先生のノートに準じてくれるのが一番いいですからね。そして渡り行きましょうか。これは何々し続けると現代語訳する単語です。まあ、なので懲りずに長年求婚し続けてた、そう書いてるわけよ。手に入れることできなかったんだけど、なんとかちゃんなんとかちゃん頼むよ付き合ってよ、頼むよ付き合ってよってしつこい男だったわけですね。はい、そんな感じでいきましょう。で、大事なのはこれ、これもねまたよく出てくるんですよ。しっかりとは行を下二段動詞、そして終止形、こっちに書いておきますが、終止形はそのまんまこの強の字を書くんですが、なんて読みますかっていう問題がまた非常によく出てくるんです。今回はへって読んでますが、終止形はふって読むので注意してください。いいね、今回はへって読んでいます。なぜならば連用形だから。でも終止形に直したときはふって読みますよ。だってさ、下二段の活用ってへーへーふふるふれへよ、へーへーふふるふれへよ、まさかの終止形ふって読むんですよって。ここもね、例えば活用表を全部ひらがなで書きなさいとか言われちゃうと、きっちりと終止形ふって書けないと罰になっちゃいますよね。だからいろんな出題の仕方が考えられるので、は行下二段動詞の連用形だよ、終止形はふって読むけど今回は連用形だからへって読んでるよって、このあたり全部押さえておいてほしい。出そうなポイント2個目、早速来ましたね。そんな感じです。さあ先行きましょう。かろうじて盗み入れてっていうことで、男はやばい行為に出ますよね。盗み入れてって書いてます。普通に考えて誘拐ですよ。いいね、もう手に入れられなかったもんだから、あーだったらもう取ってっちゃえっつって女の子を誘拐していったって、すげえ話なわけですよ。で、かろうじてっていうのはまあほとんど現代語訳と変わり、現代語と変わりませんが、やっとのことで
このぐらいで訳してあげるといいかな、何がやっとのことでだよという話ですが、やっとのことで盗み出して糸暗きに聞けりとね、真っ暗闇の中を出ていったわけですよ。そしてこの暗きですが、初めて動詞以外が出てきました、ね、やっぱりね、まず禁止書いちゃいますが形容詞、この形容詞って手が回ってない生徒が多いんです。動詞の活用全部覚えたっていうと、覚えましたよ動詞ぐらいって言うんですが、じゃあ形容詞はって言うと、形容詞はちょっとまだですね、いや動詞形容詞形容動詞合わせて要言、これね一番大事ですから全部きちんと覚えておいてください。まあってことで形容詞狙われやすいですから気をつけましょうね。ちなみに活用は句活用ですね。形容詞の句活用、形容詞は必ず終止形は詞で終わるので、くらし、これが終止形だよ。今回は連体形になっています。ここまでしっかりと押さえてくださいね。連体形どうやって導くのっていうのは活用表の暗記、空から空かりし、きからけれかれ、空から空かりし、きからけれかれという形容詞の活用丸暗記しておいてくれれば、くらき連体形一発で出てきますね。さっき行きましょう、とっても暗い中を進んでいきましたよと。そして芥川という川をいてって書いてある、まさにこの芥川がタイトルになってるわけですね。そんな芥川という川をいてと読みます。これもまた読みの問題で、しかも歴史的仮名遣いで書きなさいなんて言われることが多いんですよ。っていうのもまず書いておくと、このいるという動詞は和行を紙一段動詞です。そもそも紙一段動詞ってひいきに見える、ひいきに見えるという暗記リストがあるように、覚えておかなきゃいけない動詞のまあトップセラーなんですよ。でその時にね、和行紙一段だから読み方振ってねって言われた時に和行の意を書かなきゃいけない、これ忘れちゃいそうじゃない、普通にあいうえおの意書いてしまうと×になってしまうので、ここもきちんと押さえておきたい。いいですね、覚えなきゃいけないことだらけですが、和行だよ、だから読み方の時こっちの意を書くよ、さらに紙一段動詞だよっていうフルコースですよ。だからね、今回の芥川ってもう本当に定期試験のために作られたんじゃないかっていうぐらい、だって出だし変革活用に始まって唯一のあ行動詞、いろいろ大変なふ、そしていろいろ大変ないるですよね。盛りだくさんじゃないですか。だからこそ出そうだよって言ったところはピンポイントで押さえてくれることをおすすめしておきたい。いいですね。そして終止形書いておきましょうか。終止形は、まあ、言っちゃいましたがいる、これが終止形。今回の活用は手の上で覚えておくといいですかね。さっきもそうだったけれども手の上、ここね、手の上、手の上は連用形になりますよ。これ丸暗記しておくと一発で正解取れちゃいますね。さあ行きましょう。芥川という川まで連れて行ったって書いてます。いいよね、女の人を誘拐しながら芥川という場所まで連れて行ったところ、草の上に置きたりける露を、これはちゃんとねイメージできるようにしておいてほしくて、昔の人って現代人の1万倍くらい自然が好きですよ。自然に対しての思いってものすごくいろんな言葉で表現できるわけね。で中でも昔の人が好きだったのは草の上にある露、イメージ湧きますかね。最近の人なんか気にもしないかもしれない。確かに寒い日の朝とかそういう時、あるいは雨上がりでもいいですよ、葉っぱの上に水玉が乗っかってることってありますよね。あの水玉を露、つまり草露なんて表現するんですが、なぜね草露が昔の人にとってはすごく美しいものだったかっていうと、我々そんなこと気にもしませんが、例えば太陽光にその草露が当てられて
キラキラと輝いた場合、あら綺麗な草露ね、まるで真珠のようだわなんて言って、この草露を真珠に例えて褒めたたえたり、あるいはね、ちょっとマイナスの側面かもしれないけれども、露って例えば風がビューって吹いたら、ふわーってすぐに落ちてっちゃいますよね。うん、だからね、露っていうのはすぐに死んでしまう、どうなってしまうかわからない我々の儚い命と似てるわなんて言って、露に自分たちの命の儚さっていうのを例えていったり、いろんな表現に露って使われてるんですよ。だからこそね、今回後で出てくる和歌、この露非常に大事な関わりを持ってるじゃないですか。そのあたりを意識して先に進みたいんですよ。まあ、ってことで、この時点での現代語訳の仕方は草露で構わないんですが、一応ね、リードのためにも先に書いておくと、これは儚い命なんていうものを表す場合もありますよっていうことを必ず押さえておいてください。これ非常に大事なポイントです。よろしいですね。ってことで、草の上に、まあ置いてあるっていう表現、草の上にこうね、乗っかっているって言えばいいか、草の上に乗っている草露を、彼は何ぞ、彼は誰ですか、おかしいよね、いいよね、この彼っていうのは文法用語で言うと指示語です。だから現代語訳をしてねって言われた時には、あれって訳すので、これ気をつけてくださいね。彼って訳さないでください。あれです、あれは何ですかって男に問いける、男に問いけるって書いてあるので、ここで補っておきましょうか。誰がこのセリフを喋りましたかと言われたら、女が喋ってますよね。まあしかし、世間知らずのお嬢様というか、今の状況が把握できてないというか、のんきな質問すぎません？いや、わかりますよね、誘拐されてるんですよ。男に無理やり連れ出されて、まあおんぶでもされてるんですか、抱っこでもされてるのか分かりませんけれども、誘拐されている途中に草露があった、確かに昔の人にとってはキラキラ輝いて綺麗に見えるのかもしれない。でも誘拐されている最中に女の人は、ねえ、あれは一体何ですか、見たことないのよ私って、まあ一回もね、お屋敷から出たこともないような、そんな超お嬢様なんでしょうけれども、いくらなんでものんきなセリフだなという気はしますよね。で、あれは何ですかということを男に問いけると、一発ここは大事な文法、ナムが出てくるとかかり結びが起きますよ。いいですね、かかり結びが起きると文末の形ナムであれば連体形になりますよっていうのは一発出題あるかもしれませんので、改めてね、かかり結びの法則しっかりと押さえておいてください。先行きましょう。行き先多く夜も更けにければと、いいですね、行き先多くっていうのは、まあこれからまだね、ずっと離れていかなきゃいけない、そりゃそうじゃないですか、誘拐してるんですから遠くに行かなかったらバレちゃいますからね。ってことで、夜も更けにければと、夜が更けてしまったら明るくなってしまう、バレちゃうリスクが上がるよね。だからこそ夜が更けることに対して、まずい、早く進まなきゃって男は危機感を持ってるわけですよ。だってことで、夜が更ける、もうほぼ現代語ですが一応やっておくと、家業を下二段動詞、終止形がね、こういう時に気をつけてほしいのが、現代語だったら夜が更けるっていうので、ついつい終止形を更けるって書いてしまいがちなんですよ。ただその時に冷静にやってほしいのは、下二段活用の活用表をイメージしてほしい。上から順番に、けいけいく、くるくれけよ、けいけいく、くるくれけよ、更けるなんて一回も出てきない、来ないんですよ。吹くか吹くるしかないからね。しかも終止形は吹くですよっていうことをしっかりと押さえておいてください。ちなみに今回の活用形は連用形です。まあここも一緒に押さえておきましょう。さあ行きましょう。夜が更けてしまいそうだったので、一回主語を補っておきますね。男は鬼あるところとも知らでって、この辺りはその昔の物語のちょっとね、
ファンタジー性があるんですが、鬼なんているわけないじゃんっていうツッコミは別として、鬼がいるっていうことも調べので出るんじゃないかな。これ打ち消しを表します。どんな現代語訳をするかっていうと、何々ないでって訳す。つまり鬼がいる場所なんていうことも知らないで、神さえ意図意味重なり神がなる。何ですかこれは。現代語訳しておくんだったら雷のことですよ。そして冴えというのは天下を表すんですが、天下、まあ、この言葉までは知らなくていいと思います。あくまで現代語訳しっかりと何々までも、これが作れれば十分かなってことでつないでおくと、雷までもとても意味重なると。意味字はね出ますよ。絶対出るんじゃないかリストの4番目ですね。まず現代語訳からしておくと、程度が甚だしいって訳します。程度が甚だしいっていうのは、0を基準にプラス100だったら素晴らしい、マイナス100だったらひどい、まあ中間だったらとてもぐらいで訳してあげることはできますよね。イメージが大事。0を基準としてめちゃめちゃかけ離れているような、そんな現代語訳を作ってくれればいい。ってことで、雷がとっても意味じくなるって書いているので、あんまりいいイメージはしませんよね。マイナスで取ってあげれば、今回はひどくぐらいで訳せるんじゃないですか。ちょっとマイナス寄りだよ、こんなイメージ持ってください。とってもひどくなっていて、そう書いてある。もう一つ、文法でもチェックを入れてます。意味字はちょっと現代からはイメージしづらい言葉ですよね。形容詞しっかりと押さえておかなきゃいけません。形容詞の軸活用です。軸活用とは言いません。軸活用で構いません。そして終止形は意味字、あくまで詞で終わるという形容詞の法則は変わりなしね。さらに今回の活用形が連用形になっていますよ。でこれ追い打ちをかけるかのように、連用形って意味字くなんですが、今回意味十って書いてますよね。これ何かっていうと、学校でここまでやっていたら押さえておいてほしいんですが、このうの文字はもともとはくでいいんです。しかし意味字くなる、意味字くなる、意味字くなる、言いにくいので、言いやすくするために音便と呼ばれるものが使われています。どんな音便かっていうと、う音便と呼ばれるものが使われている。まあ、なのでここまで学校で触れていたんだとしたら、意味重は形容詞の縮活用の連用形に右音便が使われて意味重って形になってますよと。元に戻すんだったら意味字くですよっていうところまでセットで押さえてください。まあここまでやってきたら、まあ、やっぱり出やすいリスト4番目間違いないですよね。いろんな形で聞けると思います。さっきいきます。雨も糸を振りければ、まあ、いたしという言葉はこの意味字とほとんど変わりませんので、意味合いとしてはひどくぐらいで押さえてあげればいいですよ。ちなみに糸というのも右音便が使われています。本来だったらいたくって書くべきですね。まあここも一緒だよっていうことは結びつけておくといいのかな。そのままいきましょう。雨がひどく降っているので、あばらなる蔵に女をば奥に押し入れてと。まあ、あばらなる、あばら屋という言い方が今でもありますが、荒れ果てた、そんなニュアンスで訳してくれれば十分だよね。荒れ果てた蔵に女を奥に押し入れて、わかりますよね。雷が鳴って雨もザーザー降りになってしまったら、さすがにおんぶしながら抱っこしながら走ってはいけませんから、雨宿りってことですよ。でしかしそこで必ず押さえとかなきゃいけないのが、今雨宿りをしようと思った家にはこいつがいたってことですよね。鬼がいるっていうことも知らずに、雷も雨もザーザー降りになっちゃったから、しょうがない、ちょっとこのボロ屋で一晩明かそうかってことになりました。ここまでのあらすじ、やっぱりしっかりと掴んでおくべきですよね。まあ、ってことで、女を奥に押し入れて、男もう一回グリーンと丸しておきますね。
男は弓とか柳井を背負って、つまり何かあっても俺が戦ってやる、俺が守ってやるっていうつもりで武器道具を持ち合わせて小口に檻と書いてあるわけだ。檻行きましょう。これもまた出るんじゃないですかね。檻というのもまた1行目にやった螺辺動詞ですね。あり檻はべり今そかり、あり檻はべり今そかり、しっかりと螺辺だよっていうことを押さえてください。まあ、もし漢字で書きなさいなんて言われた場合はこの字を書いて檻と読むよ、ここまでしっかり把握ね。でもちろん丸の上ですから終止形は当たり前なのでここはいいですね。ってことで男はその家、まあ家っていうか蔵か、蔵の入り口に立っていた、そう書いてある。んで早夜も明けなんと思いつつと、ここもね結構重要なポイントで、戸の上には鍵括弧閉じがつけられるので、とりあえずこんなイメージです。ナムは今は難しい助詞なんですが願望を表します。願望を表すので現代語訳してくださいって言われたら何々手欲しいぐらいで訳す。まあここさえ覚えておいてくれれば現代語訳は作れると思います。早く夜が明けてほしい、早く夜が明けてほしい、そう思っていたって書いて、まあこれバッチリですよね。で明け動詞やっておきましょう。家業を下二段動詞で、やっぱりこれもさっきの服と同じで夜が明けるって現代語ではついつい言ってしまいがちなので、明けるって書かないようにね。けいけいく、くるくれけよ、明けるは一回も出てきません。終止形しっかりと悪だよ、ここはお間違いなく。ちなみにナムの上につく言葉は未然形と決まっています。ちょっとここは丸暗記しておかないと、活用形何形ですかって言われた時に、さっきはふけって書いてあって連用形に対して、今回もあけ同じえの音なんですが未然形になってしまっているので、このあたりっていうのは将来的に接続と呼ばれる分野を習います。まあ、ちょうどね、あの秋の4日間の休暇を利用して助動詞の接続なんていう動画を出したんですが、ね、それを使ってあげるとなおいいですけれども、しっかりとね定期試験的には暗記をしておきましょう。そしてそのままと思いつつ至りける、いやーこれがね5番目じゃないですか、出やすい5番目だと思います。この意はさっき出てきた、はい、こちらのいると同じ上一段動詞です。ですがこのいるはさっき出てきたいるとは違う動詞です。もうやばそうでしょ、出そうじゃないですか。こっちも漢字で書いておけって思うんですよ。まずね、和行上一段というところまでは全く変わらないんですよ。ですが漢字で書いておくとこちらです。いるという漢字を書きます。今回の活用形は連用形でね、もう一つだけタチの悪いこと言わせてください。いるって読むのといるって読むのは同音異語で、まず気持ちが悪いですよね。それに加えてここ折りってこの漢字で書くのに対ているっていうのも同じ漢字なんですよ。だから頭の中ごちゃごちゃになりやすい。しっかりと整理していってくれればいいんですよ。あり折りはべり今そかり、そもそもこちらは折りって読む。で和行上一段はひいきに見入る、いるって読みます。全然読み方が違うので、しっかりとその違い意識しながら暗記してあげれば大丈夫で、意味はほとんど変わりません。早く夜が明けてほしいなと思いながら座っていた、まあ、その場にいたというニュアンスなので、意味合いとしてはどっちもいるって訳してあげればいいですから、ここは簡単なんだよね。なんでそのままいきましょう。鬼早一口に食いてけりと、鬼が早くも一口に食らいてけり、食べてしまったって書いてある。誰を食べたのかっていうと、これはいいですよね。一口に
女をぐらいを補っておいてあげれば、だって男はね、門の前で蔵の前で門番してたわけですから、誰も来ねえなって。しかし残念なことに蔵の中に鬼がいたわけですよね。女は蔵の中に押し込められちゃってました、鬼がいるとも知らずに。だから中にいた鬼が女のことをむしゃむしゃと食べてしまった。すげえ話だなと思うんですが、まあ、ここがね面白いですよね。そのまま行きましょう。アナヤといいけれど、昔の人の叫び声のレパートリーが少ないからしょうがないんだけど、アナヤって現代語訳するんだったらアレマーぐらいでしか訳せません。鬼に食べられた割には随分のんきな叫び声だなと思う。今だったらギャーとかね、助けてとか言うんだったら分かりますが、アレマーこんな感じですね。昔の優雅な感じをちょっと体感してくれるといいですね。アレマーとは言ったんだけれども、ドが出てきたら逆接語だよ。これ大事ですね。けれどもしっかりと訳せるように、アレマーなんて言ったんだけれども、神なる技に英気飾りけいと。神はさっき出てきた雷ですよね。今まさにゴロ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 と雷が鳴っているところだったから、英気飾りけりだって。えとざり再度結んであげて、ざりは打ち消し語です。よってえは何々できないという不可能で訳してあげればいい。つなぎ合わせてあげると、雷が鳴っていたので聞くことができなかった。その女の叫び声を聞いていたら駆けつけて助けることはできたかもしれない。でも後の始末だったということになってますね。はい、ということで前半だけでもなかなかヘビーな、いや何がヘビーかって言ったら、最初に話したようにもうまさにね、定期試験のために作られてるんじゃないかっていうぐらい暗記しなきゃいけない文法非常に多いんですよ、この辺りね。この辺りもそうですね。まあ今ねこの解説動画で上げたものを中心に暗記していってあげれば、必ずやテスト本番にも出てくるんじゃないかなと思いますので、引き続きね後半も見ていただければと思いますが、まあスクショでも撮って勉強するのであれば勉強してください。よろしいでしょうかね。はい、ということで、よければ高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。シェアしてくれると非常にありがたいです。今日は終わります。お疲れ様でした。